メリークリスマス、どうもフーガですはい、ということで、まあ、今回はクリスマスですが、まあ、当日ですね、何やってるんでしょうって話なんですけど、今回はまあちょっと最初ガチャ引いてね、まあ、クリスマスの限定イベントやっていきたいと思います。はい、なんか当たるかな。もうさすがに10連やる気力は残ってないんで、なんか1体くらいなんか当たってほしい来い番長。嬉しいけどな嬉しいけどお前じゃねえんだよな。はい、あーメリークーとかめっちゃ欲しいんだけどはい、じゃあ今回は、赤花サンタのプレゼントやっていきたいと思います。クリスマスが来たはね、まあ去年やったんで、まあスルーしておきましょう。はい、戦場のクリスマス、まあクリスマス限定のキャラなんですけど、まあ特に問題はないですね。はい、まあちょっと7000点かな、結構スコアを取るのが、うん、まあ難しいらしいんで、ああいえクリスマスですねはい、まあ今回は肝猫を使っていきたいと思います。はい、まあでも使ったとこは多分見せたかな、波動が出るんですけど、どうしましょう。時間が経過すると出るパターンかな、それとも攻撃したら来たこれ最初の出だしを知っておいた方がいいよね出だしは知っておいた方がいいと思うんだよね、多少は。うん、まあトナカイさんは攻撃体力が大きいからね、体力と攻撃力もまあ普通に高いというか、なんかその取り柄っていうその尖ったもんを上げるとちょっと難しいんですけど、まあ強いですよねって感じなんですよ。もうなんかそんなに掴みどころ来た来た、いっぱい来た、うお来たクリスマスしかもなんか、あーちょっとサンタクロースを主張してほしかったな。もうちょっと多いトナカイ、多い多い、でかい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 、しかもでかい。特に、まあ、今回イベントなんでムートさんに任せておいた。いっぱい来たーいっぱい来たーいっぱい来たいっぱい来て、みんな来て。あー当たらない、ムートさん当たらない。ちょっとサンタクロースをもうちょっとモチーフにしたキャラクターが出てもいいんじゃないかなと思いますけど、ちょっとトナカイはそんなにもういいでしょうトナカイはいいでしょう。サンタ、うおーカオスカオスカオス、やばいやばいやばい、多いな。あージャラミがなんとか波動を出してくれないと。いやー多い、やばい、畳みかけるね、ドカーンさすがだな、サンタコスト仲にもまあまあ強いよ。いけ、ご両親で何度かなるでしょう。でもいやそう甘く見てたらやられるんじゃないかなやばい強いな、やっぱり、うーん強い、普通に強いのが何体も出てこられるのはちょっと。トナカイはやっぱ無限に出てくるのかな、どうなんだろう。無限に出てきたらちょっと厳しいですよ。まあでもこんな強いのがバンバン出すわけじゃないか。かわいいな、でもちょっとでかいよね。サンタクロースなんかね、なんかまあ来年でもいいですけど、サンタクロースをね、あのモチーフにしたキャラクターをドーンと出してほしいの。まあ何でしょう、ネアンダムとかいるんですけどあんなんじゃなくてオリジナルがいいですね。やっぱりにじまし、というかなんというか、既存のキャラクターをクリスマスコスにするのもいいんですけど、ちょっとオリジナルのキャラクターみたいななんてね。はい、 OK です。何度かなりました、ちょっと不安でしたけど。はい、ということで、ドッカーン
うわー低い、やった。まあちょっとレアチケットもう一枚もらったんで回しましょう。まあクリスマスはね、こんな動画見てないでなんかねまあせっかくの年末なんでね、なんかしてくださいよ皆さん僕は特に予定がないんでね、そのね、まあ、僕の分まで楽しんでくださいよはい、じゃあ最後なんか出てほしいな、奇跡起きてほしいな。ねカッパーマインもいいな、かわいいな。でもねメリークーはその普通の方がいいね、サンタコスじゃない方が僕は個人的には好きですはい、来い。うわー、なんだこれ、使えなさそう、使えなさそう。あーまあいいや、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。にゃんこ大戦争の動画は多分今年で最後になるかな。はい、まあ、正月また出せればいいなとは思いますけど、なんかあるかな、なんか変わったの来てほしいな。もう一回レジェンド出すかもしれない、千里の道。うん、はい、まあこういうなんかスペシャルステージね、国土無双とか、なんだっけ、デッドサイクロンじゃないなんかサイクロン系もまあちょっと手をつけていけたらなと思います。はい、まあレジェンドもいっぱいあるんで、まあ来年までにはっていうか来年中にはウルルンとかコニャンダムとかいけたらいいですね。はい、じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。来年もニャンコ大戦争よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また明日。